スコット・バー・ハム・ワッチソンは、アメリカ合衆国テキサス州デントン軍デントン出身の、元プロ野球選手、野球指導者。宇と右内高校時代の1994年の MLB ドラフト36巡目で、シアトル・マリナーズから指名されるが、契約せずにテキサス・クリスチャン大学へ進学した。1998年の MLB ドラフト49巡目で、 再びマリナーズから指名され、プロ入り。2004年7月31日のアナハイムエンゼルス戦でメジャーデビュー。2006年オフにサンフランシスコジャイアンツへ移籍した。メジャー時代はすべてリリーフ登板で、2007年は7月にメジャーに昇格し、22試合に登板した。2007年オフにマイナー行きの通告を拒否して FA となる。 その後ボストンレッドソックスとマイナー契約を結ぶが、その直後にセスグライシンガーの獲得に失敗していた。阪神タイガースがその代役として獲得に動き、レッドソックスから契約を譲渡される形で阪神に入団した。球速は時速 150km に満たないものの制球力で勝負するタイプという触れ込みでマリナーズ時代に同僚だった。 ジョージ・マケンジからも評価されていた。遺跡初年度の2008年シーズン序盤は先発の柱と期待され、開幕から当番3試合連続勝利を果たした。これはトレームーアと並び球団のスケット開幕連続試合勝利の大記録であった。しかし、6月14日の千葉ロッテマリーンズ戦での先発当番では、2本塁打を含む8安打を浴びる8失点の 乱調で3回を投げ切らせてもらえぬケースがあったなど、シーズンの中盤になると、当時監督の岡田明の部で、先発をさせても80から90球になるとガタッと、球位が落ちるなど調子を崩し2軍落ち。夏の段階でも2軍でボークを連発するなど、苦しんでいた。8月に入ってからは、リリーフに転向し、約1ヶ月半無失点を続けた。2009年は、 他の中継人の調子が上がらない中、藤川球児と勝利の方程式を組み、両リーグ最多の75試合に登板。ジェフ・ウィリアムスが持つ、外国人投手のシーズン最多登板記録に並んだ。防御率1.70よび30ホールドの成績を、収め、被打率は、対左打者、右打者ともに1割台だった。勝ち試合の7回、8回の2イニングを投げることも多く、 中継ぎながら90イニングを投げた。7月14日からシーズン終了まで藤川と揃って登板した試合は22連勝と全く負けを許さない方程式を築いた。シーズン終了後、クレイグ・ブラゼルと共に球団から契約更新を打診されたが、自身のメジャー志向と家族が日本での生活に馴染めなかったことなどの理由で対談を希望。 残留を望み、粘り強く説得に当たった球団も、アッチソンの意思を尊重し、11月6日、正式に対談が発表されて、自由契約となった。ボストン・レッドソックス時代2009年12月8日、レッドソックスとメジャー契約を結んだ。2010年は3年ぶりの米球界復帰となった。2012年は42試合登板で、 防御率1.58と活躍したが、右肘の故障と36歳の年齢がネックとなり、同年限りで退団ニューヨークメッツでの現役時代2013年1月29日に、ニューヨークメッツとマイナー契約を結んだ。4月初めから中継ぎとしてメジャーで登板。オフの12月2日に FA となった。2014年1月6日にクリーブランドインディアンスと、 マイナー契約を結んだ。3月30日にインディアンスとメジャー契約を結んだ。6勝を挙げ70試合に登板した。シーズン途中には抑え候補にもなった。2015年6月23日にディエフェとなり、28日に自由契約となる。2015年7月2日にミネソタツインズとマイナー契約を結ぶが、15日に自由契約となる。 2016年1月14日、現役引退を発表。同時に、インディアンスのスカウト兼投手コーチ補佐に就任することも発表された。2018年からは、インディアンスのブルペンコーチとなり、2019年まで、同職を務めた。ありがとうございます。